はい、どうも、こんちゃ、こんちゃ。はい、どうも、こんちゃでございます。お腹すいたんでご飯を食べるということなんですから、今日は何やるかっていうとですね、まあ、ここにフライパンがこうあるんで、まあ、料理をするということですね。で、ご用意したのは、まず肉の塊です。こんな肉の塊です。半額シールが当然貼ってありましてですね、100g147 円の豚肉の半額なんで、まあ、100g75円ぐらいの豚肉ですね。ちょっとかなり時間が経ってまして、この辺にですね、赤い血がいっぱい出ておりますが、別に大丈夫だと思いますね。かなり経ってんだよな、これな。そうですね、賞味期限がですね、恐ろしいことになってますね。ここがですね、賞味期限が去年の12月19日ですね。で、今が22年の確かね、21月26日なんで1ヶ月と5日ぐらい過ぎているものなんですが、大丈夫だと思います。はい、大丈夫です。いざって時は、セイロガンをご用意しておりますので大丈夫です。はい、次でですね、次これですね、つけ麺、つけ麺の山口和夫さん回収ですね。あの、大商圏、池袋の大商圏、私もですね、若い頃よく通ってですね、池袋の大商圏は行列でよく通って太りましたけれどもです。それですね、これが、定価が277円の半額で、だから麺一玉あたり35円ぐらいですね。そういったものです。で、賞味期限がここに書いてありますが、2022年の1月16日って書いてありますね。だから、その、まあ、大丈夫だと思います。ちなみにこちらの肉の方が、2021年12月19日ということで、まあ、この2つを並べて、やるとこちらのインパクトがすごいと思いますね。これとこれの賞味期限が1ヶ月ぐらい過ぎてるので、まあ、これが結構すごいなってことがよくわかるかといただけますが、まあ、大丈夫だと思います。大丈夫です。大丈夫なんで、なぜなら、セイロガンがあるからです。はい、次。で、もやしはね、ニラ。ニラ、これも半額のニラを買ってきたんで、これ使います。で、あと、ネギ。ネギ。流れ見刻みネギってのがありましたね。これ、はい、こんな感じです。賞味期限が2022年の1月5日なんで、全然大丈夫ですね。今日は2022年の1月26。23かな ?4 かな ?5 かな、その辺です。で、もやし。もやしがですね、これ結構やばいんですよね。2022年の1月12日賞味期限でかなり透明感出てるでしょ。で、もやしはですね、非常にですね、足が速いんで、ちょっと開けてみて、やばかったらこれは捨てます。シャレにならないんで、多分、セイロガンでも間に合わない可能性がありますね。間に合わないってのは何に間に合わないか、それは皆さんのご想像にお任せします。こういう時はどうするかって、もう生でですね、ちょっと食ってみるんですよ、これ1個。あ、全然大丈夫ですね。うん、全然大丈夫です。余裕です。じゃあ行きたいと思います。じゃあ何やるかってことなんですけど、まあ当然ラーメン食うんですよ。ラーメン食うんだけど、めんどくさいんで、普通はですね、こういう生麺、こういうですね、生麺をいただくときってのはどうするかっていうとですね、この、一回湯切りをするんですね、茹でて。でもめんどくさいんで一気にインスタントラーメン方式でやってみたいと思います。ちなみにこのフライパンなんか白く汚れて油がついてますが、問題ありません。なぜなら何度もご説明した通りですね、この家に住んでるのは私一人なんで、私がかなり前ですけど食事をした後なんで全然大丈夫だということですね。はい、その辺ご理解いただけたでしょうかね。大丈夫だと思います。じゃあ行きたいと思うんですが、麺でございますね。この麺をまずですね、開けていきたいと思いますね。どうしようかな。僕はね、お上品な人間なんで、こういう時は必ずですね、ハサミを使ってあげるって、さっきもやしは違うこと、違う形やったのって言いますけど、まあ、そういう難しいことは気にしないんですね。開けて、で、麺をこう、用意するんですが、その前に、大事なことを忘れてましたね。お湯をね、まずこの中に入れないといけないですね。まずお湯をジャーッと、まあ、お湯を、まあ、軽めに入れますね。あ、そしてここにもういきなりですね、麺入れちゃいます。ビーンと麺入れますね。適当ですね。麺入れて、ガガガガガってやりますね。で、次肉入れます。肉
この肉を使うんですが、ですね、どうしようかな、これ気をつけないとこの辺のですね血がですね、飛び散っちゃってこの机汚れちゃうとまずいので、ちょっと慎重にいきたいと思いますね。まず端っこをですね、この辺の端っこ、この辺をですね、ピーッと切れ目を入れますね。切れ目を入れて、でちょこっとだけめくりますね。で半額シールを傷つけないように気をつけてます。なぜかというと、この肉さすがに、これ、400g、500g 近くあるので1日で全部食えないので、戻してまた使うので、その時に半額で買いましたっていうのをまたやりたいので、半額シールは慎重に戻すってことですね。でこれが肉だから、ね、へへへへ、あ、プリプリプリで、これ全部やるのはめんどくさいんで、どうするかっていうと、切ってきますね。あ、切ってですね、こう切ってですね、脂身とかですね、こう切って、こんな感じでこうやってハサミで入れていきますね、切ってね。あ、なんかプロの料理人が見たらね、そっとしそうなね、料理でございますが、まあ、別にこれはですね、金を出して人に食わせる料理ではなくてですね、男の一人暮らしをしてる僕が、ね、こんなもんですね、こんなもん で、でこれをこうやってで、ちゃんと半額シールがキープされている状態になったので、これでもうこれは、冷蔵庫に入れたいと思いますね。で、時々この辺席離すときはぐるぐるぐるっともやこう巻いて、でこうやって、適当にやっていくってことです。聞いたらめちゃくちゃだね。じゃあ行くよ、ピンマイクつけてるの忘れてた。ちょっとピンマイク外して。いや失礼しました。ピンマイクをつけてるのね、忘れたんでね、このグツグツしてる鍋のね、こう音をね、ピンマイクで拾えたら楽しいな。で、ニラ入れます。ニラ全部入れちゃっていいかな。ニラ全部入れちゃっていいかな。全部入れちゃうから、めんどくせえから。このニラもね、かなり古いんですよね。このニラもかなり古いので、危ないんで、早めに食った方がいいかなと思うんで、ニラも、早めにこう入れてですね、全部はやっぱ無理だな、これな。やめときます。全部入れるのやめますね。でこうやって、でこうやって茹でるとね、なんかお湯がほとんどなくなってきたな。ダメだな、お湯はなければ足せばいいのですね、人生何も迷いませんね、僕はね。でこうやってこれダンとかやるとかで、やるで、このもやしは、このニラもまたどっかで使おう。でもやしは安全であったことがさっき確認されたので、半分ぐらい入れちゃいますかね。入れます。で、これで OK ですね。これで OK なんで、これで、あとは、コツコツ茹でていけば、そのうち完成するはずでございますね。それでですね、実はですね、変なもんここにありますね。肉シューマイっていうのがさ、肉シューマイ。これですね、ずいぶん前の動画でですね、ご紹介した半額のあれなんですね。でこれチヂミって書いてありますけど、チヂミではなくて中にあるのは肉シューマイなんですね。なんでこうややこしいことになってるかっていうのは説明するのはめんどくさいんですけど、要するにですね、いろんなおかずいっぱい、惣菜食べてきて、で移すんですよ。あっちからこっちからあっちゃこっちゃ移して、こう移してですね、できるだけパッケージを少なくしない と、要するにですね、冷蔵庫を整理してる段階で、品物を移すんで、なぜかチヂミのパックに、シューマイが入ってるというややこしいことになったんですが、このシューマイも半額で買ったやつなんですけど、これをですね、めんどくさいんでこの中にこう入れて、このシューマイをですね、まあ、ワンタン代わりということでこの中に入れますね。大丈夫ですね。全然美味しいと思います。でこれはもうゴミなんで捨てると。でまあでこれパッと切って、でこれやってギュッギュッギュッとこう回しますね。でこうやって、そろそろ茹だってきたかしら。あ、美味しい。なんか湯切りなんかしなくても全然美味しいわ。あ、これ正解だな。でちょっとですね、やっぱり、中華味っぽいしたいのはガラスープをこの中にね、まあ、スーパーとかでよく売ってますよね。これ業務スーパーで買ったんですけど、一般のスーパーでもよく売ってるものですね。でこれを適当に入れます。量は測りません。目分量でガラスープで、これ入れてキュッキュッキュッとやって、それでまあこうやって、ちょっとしょっぱいちょっとしょっぱいしょっぱい時はお湯を足すね。臨機応変に味付けをする僕ちゃんでございますね。でこうやってやって、でまあもう火が通ってるんで、
茹でながらいただきたいと思いますね。牛肉大丈夫かな、牛肉じゃねえ、豚肉だ、牛肉でございます。豚肉大丈夫かな、これ。これはね、生、あの豚肉は生じゃ食えないんで、火を弱めますね。あ、全然大丈夫です、美味しい。あの賞味期限、1ヶ月か2ヶ月過ぎたところで、全然問題ないですね。美味しゅうございます。あ、というわけでね、あ、よかったよかった、無事完成ですね。ひで作り方のね、本来はちゃんと麺を茹でて、そして湯切りをして、それでまた戻すっていうのが本来の生麺のいただき方なんですけど、もうインスタントラーメン風にガチンとやって、こういう風にね作っても全然美味しいですね。美味しいな、これ。この麺美味しいですね。ちなみにマルちゃんですね。これマルちゃんだからブランドもんですけど、この麺美味しいな。あ、この麺美味しいな。あ、また買ってこよ。半額だったら。半額だったらまた買ってこよ。これ美味しいわ。あ、うめえ。で、これね、これよくやるんだけど、これ鍋から直接食うでしょ。これはね、美味しいんですよ。なぜかちょっと、ここ今保温で一番弱い電磁調理器を設定してるんですけど、スープが冷めないですからね。やっぱり、やっぱり生食ってて悔しいのはスープが冷めるのがすごい悔しいんで、そういった中でこの冷めないっていうのはいいよね。うまい、うまい。ほんで肉、100g 70g とは思えない美味しさですね。トウモロコシ豚のブロックですけどね。美味しいわ。で、こう全部こう幸せ。ラーメンはうまいよな、やっぱな。ラーメンは、飲食店やるんだったら絶対ラーメン屋だよな。まあ俺はやんないけどさ、もちろん。ちなみにね、飲食店の系で一番難しいのは焼肉屋って言われてますね。あの、ともかく焼肉屋は一番難しいって言ってたね。あらゆる意味で最も難しいのが焼肉屋だって言ってましたね。で、一番簡単なのは何なのかな、一番儲かるのはラーメン屋って言ってましたね。一番儲かるのはラーメン屋で、一番大変なのは焼肉屋。で、そのシューマイ、で、一番大変なのが、焼肉屋で、次が寿司屋だって言ってましたね。やっぱり寿司屋もすごい難しいって言ってました。で焼肉屋はもちろん、あの、なんとなく肉焼いて出せばいいと思うんで、あれは、あの、素人が手出して一番失敗するのが焼肉屋って言ってましたね。素人が手出して焼肉やってほとんど失敗するって言ってましたね。絶対やっちゃダメだって言ってましたね。もう焼肉が好きで好きで仕方なくって、で、肉のこともきちんと勉強して知り尽くしてる人以外は焼肉屋に手出してダメだって言われましたね。本当に失敗するって言ってました。これでもどうしてもやりたいんだったら、もう激安大衆店しかないって言ってましたね。いわゆる本当に安い肉を出す、だある意味定食屋みたいな感じ、ランチの定食屋みたいな感じで、まあ肉焼いて出すぐらいの感覚でやらないと無理だって言ってましたね。まず仕入れで失敗するって言ってましたね。まず超高級な牛肉っていうのは、あの、本当に少ないらしいんですよ、数が。だから1頭の牛がドンとあって、その中でもほんの一部なんですって、超高級牛になるのは。俺もよく分かんないんだから、だから手に入らないらしいんですよ。
高いお肉っていうのは。で安いお肉はまあ手に入るんだけど、大体ね、100g ね、1万円がまあ超えるとまあ高級牛になってくるらしいんですよね。で 100g500 円ぐらいがまあスーパーで、まあ1000円ぐらい前から、だいたい 100g500 円ぐらいでスーパーで売ってるじゃないですか。うん。で、100g500 円以上の牛肉と、1万円、牛肉っていうのは素人だと、どもにも味の区別がつかないんだって。つまり、100g500 円の牛肉と1万円の、100g1 万円の牛肉を食べ比べて、どっちが1万円ですかっていうと、確率 50% になるって言ってたね。うん。それぐらい焼肉の、その、肉っていうの、味っていうのは素人には分からないもんなんらしいんですね。だから、素人経営するときは、スーパーで売ってる 100g500 円以上の牛肉に手出しちゃいけないって言うんですよね。つまり、偽物つかまされる可能性がある。うん。じゃあ、この肉問屋って結構やばいやつも多くて、変なのもいるらしいんですよね。やっぱり肉って見た目分からない。物の価値って、肉って見た目の価値が結構分かりづらくて、まあ、プロが見れば一発で分かるんだけど、うん。素人が見ると、本当にごまかされて、な、これは英語の黒毛和牛ですとか出されてるんだけど、どう見てもこれ、プロが見たら英語じゃないだろうみたいなのを平然と出す店っていっぱいあるらしいんですよね。だそういったところで、まあ、本当に失敗するって言ってましたね。それで、うん、結局、まともな素人は結局 100g500 円以上の牛肉は味は分からないので、高級店の常連にならないんですよ。それはそうですよね。だって超高級牛肉食ったって味が分かんないんだからさ。まあ俺もそうなんだよ。俺もね、まあその 100g500 円以上の牛肉の味の差は俺は分かんない。俺実際買ってみてね、本当と思ってさ、伊勢丹かなんかの地下行ってさ、買ってきたんだよ。はい。で、まあ、食べ比べてみたんだけど、わかんないね。あと、焼き方もやっぱあるらしくて、もう、高級焼肉？高級焼肉は、やっぱり、お客さんに火を触らせないって言ってたね。お客さんが、その、食材に触っていいのは、自分の口に運ぶ時だけって言ってた。だから、もう、お客さんが目の前で、店員が焼いて、ほいで、出すんだって。結局、焼いてる時に失敗したら、もう高級肉の価値がパーになるから、うん。だから、お皿に移すとこまで全部直接、お店の人がやるらしいんだよね、高級焼肉店って。だから、お客さんが、もう、お肉に触って焼いてる段階で、そのお店はもう大衆店だっていうふうに、いう話は聞いたことありますね。僕はまあ、ともかく高級焼肉店っていうのはまあその高級でもないね、1回3万円ぐらいだから、まあ高級店とは言えないかもしれない。なんか10万とか取るからね、高級焼肉店とは。だからまあ僕が行ったのは3万円ぐらいなんで、まあそんな高い高級焼肉ではないと思うんだけれども、それでもね、絶対肉は、触らせないんだよね。お客さんの前で焼くんだよ。つきっきりで焼くんだよね、コックさんが。それで、お皿の上にこう乗せてくれて、どうぞっていう。それで、食べ終わるまで見てんだよね、コックが。なんか要するに、焼いてお皿に乗せた後も、その、こう、肉に火が通っていくので、味が変わっていくらしいんだよね。なんで、その、どうぞ、こちらの、で、こう食べるスピード見ながら焼いていくんだよね。うん。だから、突然、途中で、箸を止めたったりするお客は正直言って迷惑みたいなこと言ってたけど、ただまあ、そういった人はまあ、高級焼肉店のマナー分かってない人なんで、逆に言うと、その、肉の味も分かんないやつだから、適当なの出してても、まあ、セーフはセーフらしいんだけどね。まあ、そんな感じ。まあ、俺なんかそういう類の客だ。俺なんか全然もう500円以上の味は分かんないね。うん、だから、まあ、その3万円以上するその高い料理店に行った時の味も、やっぱり1万円ぐらいでコース出してくれる
まあ大衆焼肉店あるよね。ああいうとことの味の差俺全然分かんなかったな。うん。の1万円コースなんか行ったらもう美味しくて俺死んじゃうもんね。うん。でもね、その1万円コースのお店で5000円、5000円コース食ってもやっぱ死ぬほどうまくて、1万円と5000円どの違いが分かんないですか。あのすら僕は分かんないぐらいの味音痴だから、まあほんとね、まあそれぐらい。ただ1万円コースと5000円のコースの差はお分かりになるお客さんの方が多いですよみたいなこと言われちゃったんでね、僕は究極の味本値らしいですから、あ、おしゃかぽんみたいな感じですかね。まあそんな感じでね、焼肉店はねなかなかですね大変でございますね。もう素人は絶対手出しちゃダメだって言ってたね、焼肉は。うん、寿司もね同じような食材の問題とか、あと食材の管理もすごく難しくて、うん、いろいろあるみたいで、まあいろいろね話知ったかぶりはいっぱいできるので、うん、あのいろんな話、うんちくはいろんな人から聞いてるのでね、まあそういった面白い話もねいろいろしていけばいいかなと思います。うん、はい、じゃあ今日はね山岸和夫さん監修のね、まるちゃんのね、生麺をね、生つけ麺を普通のラーメンでね、しかもインスタントラーメン風に直接お湯の中ぶっ込んでただ煮て食うという、それだけの道具でございますが、美味しかったね。ということでね、まあ、賞味期限もだいぶ切れた食材もありましたけども、まあもちろん、せいろがんがあるから大丈夫ということで、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今後片付けしてたらね、重大なことを忘れてましたね。刻み長ネギをね入れ忘れましたね。もう全部食っちゃったんで、刻み長ネギはまたいずれ次回の機会に使いたいと思いますね。おしゃか、ほう。